どうですか？可愛いでしょう。お姉が髪型。待ってね、みんなのさ、ねえねえ、みんなのさことが見えないからさ、やり直ししてもいい？え、やり直ししたらダメかな。みんなが見えないです。あ、ギフトありがとうございます。まあいっか、更新してみる。どうやって更新するの？あの喉だった。してみてもいいですか？もう一回やってみてもいい？ギフトくださったのにありがとうございます。一回、もう一回やってみます。失礼しました。最近アンナちゃんと隣メンバーに受け付けしね、そうだよね。あ、そっち行っちゃったと思って、隣からジロッと見てるよ。顔認証って秒で終わる。スタッフさんが確認してる間とか、顔認証してる間も「あおあお」みたいな、いっぱい口を開けなければ顔認証はできるので、この前ヒロカッピ先やったけど、アンナちゃんもやめちゃいました。嬉しいじゃん。嬉しいじゃん。顔認証するとそっちになる。うん、言えちゃう。そうですね。みんなこうやって見たりしてくれるけど、しても何もならないからさ。あ、ピースしてくれたと思って。恥ずかしがる方もいる。わあ、なんか恥ずかしいなって。変顔したら認証できません。何も話できなかったね。ごめん、私人見知りだからさ。人見知りだからさ、会話を自分から出していくのが苦手なんですよね。ごめんね、つまんないよね。あ、ギフトありがとうございます。はい、お手紙、お手紙だ。お手紙じゃん。わあ、アンナちゃんいた名前お願いします。お願いします。おお、ありがとう。私も人見知り。え、本当に？なんかいつもこうやってうちは見せてくれるけど、いつも受付であんちゃんかわいすぎて暴れて。お歌を披露してくれたりね。ダンスか。初見です。バレてる。初見じゃないのバレてる。この話はこっちから。え、ね、振っていただけると私的にはありがたいけど、どうだろうね。難しかったら全然大丈夫です。どうした、かわいいぞ。 S かわいいじゃん。 S かわいいっぽいんだよ今日は。対面すると本当に、え、対面しないとかわいくないってこと？画面じゃダメってこと？まあよく言われます。写真写りが悪いので。目がイタタタタですよ。かわいいよ。全肯定だ。ありがとう。爪を落とすのにおしゃべりできない。うん、だから他のとこ行っちゃうの？
寂しいんだよ。私を好きって言ってくれてるのに他の人のとこで受付するんだって思ってるんだよ、いつも。近いうちに劇場来い。待ってます。私もね、会いたい。前座メンバーね、30日ね、私たちもまだ誰が出るのか分かんないです。結婚してそんななんか罪滅ぼしみたいな結婚しては。下の受付もね、違うな、さすがにいつもと同じポニーテールにします。みんな今日はいっぱいスクショしてください。今日は漏れてるので。おー、わっ、のりさん、どうもありがとうございます。ありがとうございます。好きだったこれ。これ好みだった。ありがとうございます。ありがたわー、方は。そう、みんな今日ゴールデンだから素敵。あー、タコめっちゃ似合ってる。本当にこういう人じゃないからね、私はいつもはね。清楚、うん、清楚。今日はね、今日はいつもより清楚。いつもよりさらに清楚。そうでしょ、あんなちゃんです。うん、清楚一応ね。わー、ありがとう。クマが、おう、頑張りすぎたみたいです。充電というか頑張りすぎちゃったようだ。ほっ、あいた、消えましたね。つけてみましょうか。今日はもう頑張れない日かな。ガオーナイト投げました。ガオーオタはお姉の配信へゴーですね。お姉ガオーしてくれます。スモーカーある。え、なんかそんなこと言われたらなんか意識しちゃうね。え、そんな、私あんな可愛いユニットにはちょっと不向きですが、はい。全然、まあ髪の毛はね、キャラが違うんだよね。うん、あ、今日は10時までです。ただこの今日は可愛くしてもらったお姉のお姉プロデュースを見せつけるだけの配信になってしまうんですが、その代わりいつもの倍スクショしてください。半目は載せないでください。おねえのつくね美味しかったです。クラクラに、いや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 、絶対に私ではないでしょ。クラクラ絶対私ではないよね。ポリポリ台所でのパワー。確かにあれ超うるさいの、本当に本当にうるさいの。近くで聞いたら本当にうるさい。やめた、やめてほしい。クラクラ、嘘つけ。さすがに、さすがに嘘だ。わあ、フォローありがとうございます。うん、検討しているライトが。
ヤンキーで一番クラクラか、本当に？さすがに嘘だ。嘘をやめてください。恥ずかしいし、クラクラさんに失礼失礼です。アンナちゃん上目指そうな。何の上目指します？ NGT48 ですか？え今日の服はね、だってこれに見て、レースです。可愛すぎてクラクラよ。うまいね、うまいこと言うじゃん。あ、めっちゃ可愛い、ありがとう。可愛い、チャリできたプリクラ撮れちゃう。チャリできた。うん、ちょっとね、これ危ないね。上にマッスルポーズして、そんなことない、初めてしたよ。チャリできた、知ってる知ってる、友達がよく見せてくるのよ。あー、明日と明後日2日間みんなに会えるね。21日は私前座がなかったから、前座出演してなかったから17日ぶり、17日ぶりっていうと語弊が、以来だから1週間ちょいか。久しぶりだからみんな受付楽しみにしてるね。あー、このイベントは来週の月曜日かな、確か。17日ぶりっていうとなんか17日空いたみたいになっちゃうから、以来ですね。17日以来です。あー、目がパチパチ。そう、20日も受付なかったから、そう、4期生のイベントだったから受付がなかったので、久しぶりという感じです。ここまでさすがにそれはね。月曜広島行ってる。おー、広島いいね。行ったことないんですよ、広島は。今日めっちゃピンクだね、全部ピンク。受付あったら2月いる。わお、すごいね、いっぱい空いたね。うん、ありがとう。はぁ、 STA の卒コン、うっ、おー、楽しんできてください。いってらっしゃい。卒業コンサートか、ドキドキ。おお、これお姉にやりなって言われたんだった。すごい、右目がコンタクト。あっあ、いたたた。てて、目に異物が入っていました。はあ、軽症かな。そうです、軽症です。あざとかわいいポーズ、何それ、何をしたらいいんだろう。あざとかわいいポーズ、あざとかわいい、
おうおう、あえキュルルン的な、キャラじゃなさすぎてる。それ需要あるの？腕太、待って無理、腕太無理無理。メリーちゃん、そうメリーちゃんやってるからね、キュルキュルは。アナちゃんメリー担当じゃないよ、メリー担当じゃないわ、メリーん、キュルキュル担当じゃない。メロンパン食べてみて、やめて、めちゃ無理私メロンパン上手に食べれないんですよ。はいトーケンチャレンジ、おう頑張って、楽しみ、来て来れるのかな。可愛く食べるだけ、それができないって言ってるの。私は可愛く食べる人じゃないの。メロンパンスタンプ、あーあれ本当に本当に嫌、ひろこのあのメロンパンスタンプ。スタンプに罪はないよ、けど喋ってる私が、じゃあなんとかだよね、じゃあこうこうこうしよっか、ひろかはどう思うみたいな聞いてみても、あのそれなとか確かにとか、そういうなんかスタンプで返してくる感じ、もう全部ひろかが文字を打たずにあのスタンプで返してくるのが嫌なんですよスタンプに罪はない。メロンパンスタンプはもう使わないでねっていうことで、文字を打つのもめんどくさいと思われてるのかなって思うじゃないですか。だから会話をしてほしいからそれやめてって言ってます、いつも。言葉が欲しい、そうなんですよ、私が話しかけてるのにスタンプで返されたらね、それが1回の話じゃないし、みんなからも言ってやってください。通話するしかない、いつもねメリーと通話してるから、私がかけてもね出てくれないんですよ。今無言電話してるとか言って、えじゃあ私の方に出てよって言うけど、まあメリーの方がメリー優先なんで言ってはい、先ほど配信始め、うんうん、メリーに行くみたけそうやられてる。お砂糖の皆様はひろかな配信に行くのかな。やだやだいやだ、ふぅ、いるよ、うん、だってアンナの虜ついてるからね。始まったの、え20分からだった気がする、確か確かね。でもみんなほとんどなんか今この時間結構みんな言ってる感じします。元気でアンナちゃん元気で、うん、美味しい、ハッピー。サホちゃんにしか言ってない、ふぅふぅ、え、そうだよね、サホちゃん好きだよね。にぎわっていますね、イベントやるとにぎわうからいいね。すんごいいっぱいみんなが配信するから楽しいよね。すごいすごい視聴だ、どんぶらこがもうぐんわぐ配信して、お何食べてんの、どんぶらこ、NGT 名はアンナちゃん仕事、おー
ナイス。チータラ酒飲みじゃん酒飲みチョイスじゃん。チータラってあれでしょ、なんか干からびたやつが、干からびたってか、なんか練り物みたいなタラがさ、チーズにくっついたやつでしょ。あれ剥がして食べるのが好きだった、ちっちゃい時。あの細長いじゃん、こうタラを剥いで食べて別々に食べるのが好きなのあれけどね、うまく剥がれないんだタラ、ベリーって途中でちぎれちゃう。何この話剥がす派、剥がす派ってさ、剥がす派閥と剥がさない派閥いるの？おお、ありがとう剥がすのがさ醍醐味みたいなとこない？ちーたらたらちーたらだっけ剥がす派ね、剥がさない派閥。剥がさないでどうやって食べるんだ。そのまま？なんかもったいなくない？剥がせるもんは剥がした方がよくない？普通に食べるの。そうだよね。ごめん。剥がすなら別に。違う、その剥がす工程がいいじゃん。こうピピピピっつって。あんまり上手に剥がせないけど、剥がさないでしょ。みんなそうなの？剥がさないの？残念だな。一緒に食べるかいいの？確かにね、一緒になってるもんね。剥がすでしょ。私はね、私は剥がすけど、飲んでると剥がすのめんどい。ああ、飲まないからかな。私はそれをただおやつとして楽しむ人だから、吐いちゃうのかもしれない剥がすチータラ、なんか売れそう。みんな剥がしたいから買うんじゃない？剥がしたい派閥は剥がすチータラを買うんじゃないあの微妙な食感違う。お、大人だね。どんぶらこがポキさんと飲みに行きたいって言って、行ってくださいどうぞ、姉貴は喜ぶと思います。ももちゃんでもお酒飲まないって言ってなかったっけ？あんまりお酒飲まない人って聞いてた気がする。違う？弱いらしい。おねえ、お酒はね、外出した時とか 1,2 杯飲むぐらい。全然酔わない感じ、変わんない。あんまり強いんだと思います。肉まんの人食べない、さすがにね。強そう。ね、私はお酒絶対飲まないですよ。まあ、まだ未成年だし。おー、パパね、釣れないんですよ、魚釣り行ってくるわとか言って出て行って、あの釣って帰ってきたことないもん釣れって釣りじゃないよねって、海眺めただけだよねって言ったら怒られましたご本人に言っちゃダメ。だよね、ごめん。夜中に海眺める会じゃんって言ったらね、ちげえしっ
怒ってましたで、お酒飲みたくないです。なんか厄年、お父さんの厄年だったかいつだったかって感じですけどさ、あの多分厄年、お父さんのなんかお寺でその払いなんかしてこうどんどこどんどこみたいなやりでいろいろやって仕上げなんか帰りますみたいな時にちょほんとなんかこんなちょびっとのさ日本酒みたいなのをさお清めなのかわかんないけどさそう飲むじゃないですか。おみき、へえ、初めて知ったというのをはい飲んだ時にヒーってなってあれ本当にもう一生飲まないわって思ったぐらいトラウマでした。なんか喉が焼けるかと思った。ヒーッハッハーとか言ってあちゃ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 ダメです。私多分本当にダメ、お酒はダメですね。めちゃめちゃ痛いし熱かった。あれを美味しいと思って飲める人がすごいですよね。あれダメ、本当にダメ。美味しいと思える時が来るとも思えないし、多分一生苦手なんですよ。いやーダメだった。トラウマで飲めない、絶対に克服できる。え、別にわざわざ克服するものでもないじゃないですか、お酒って。最初日本酒どう続き、なんか別に飲んだみたいな言い方やめてくださいよ。おみきです。新用語辞書に、アンナの辞書に入りました。飲めた方が絶対に、え、なぜなんで、私アルコール中毒で死にたくないよ。楽しいから。私は今飲まないでも楽しいので、あのいらないです、お酒なんてやっぱでもみんな大人はみんな飲むよね。だからうちの両親がそんなお酒を飲まない人だからかもしれない。お酒を飲む大人が周りに、あ、いたわ、おじいちゃんとかおじさん飲んでるわそう、というのもあって馴染みがないのかもしれないです。両親そんな飲む人じゃないから、家にビールとかがいつも常備されてるわけでもないし、とかね、お酒は別に好んで取るわけではないと思います。どぶらこはあのちゃんの話を聞いて、モテモテやん自分で言ったら終わりだね。いやーモテちゃってとか言ったら調子乗んなって言われるから、可愛いことになってるでしょ。 S 可愛いことになってるんだよ。あーわそうです、羨ましい、あ、羨ましがってる。おーい、ゲストありがとうございます。本当に、本当にですか。そう、クルリンパにボンフィ、ちょっとあの毛がパヤパヤしてきましたけど、見なかったことにしてください。髪の毛また伸びたね、思ってる、なんか切ったのにすぐ伸びたまたね、この辺まで切ってもいいかな。目元そのままで外出心臓強っ、心臓強いな。ねえ、みんな今日いっぱい可愛いって言ってくれるな。毎日してもらおうかな、お姉にみんないっぱい褒めてくれるからすごくいい気分です。壁車これにしてだいぶデコレーションしないといけないね。さすがにダメかな。
でも次の壁シャはもっともっと可愛く映る自信があります。はい、次の壁シャ本当に期待しててくださいね。私もっと絶対にいい写真を撮っていただけると思います。いつも可愛いけど今日はさらに可愛い。本当か本当か。歯は見せないと思うけど髪型はポニーテール以外です。期待、本当に期待してて、本当に次は絶対に成功する予感がしてるから。壁写の時からもうずっと笑顔の練習してるし、本当に、はあ、自信しかないですよ正直。一番最初にあの壁写だからいいのかもしれない。いい笑顔、うん、本当に最高ですよ。髪型は全然決めてないけど、ポニーテール以外がいいです。自撮りはいい写真、そう、自撮りは緊張しないからさ。今ってぎこちない感じね。サイドポニー、うん、ポニーがやだ、頭痛いし。ポニーテール頭痛いからやだ。もはや半面も可愛いね。おかしい、おかしいんだけど。半面はやめてください。消して、消して、フォルダにも残していけない。え、そう、なんかいつしか頭皮ずり落ちていくんじゃないかってぐらいなんですよポニーテール。しかもいつもよりもつり目になっちゃうし、よくないです。前髪斜め、そう、なんか癖、前髪が癖あるのでこっちの方がちょっと長い、ね、まあそれもさ面白いじゃん。面白いし目を引くし、あ、この子前髪斜めだな、おもろみたいなさ、そう思うでしょ。だからいいの、あれはあれでだんだんよく見えてくるだし。あ、なんかしょっちゅうあの自分の壁写を見てるとちょっとだけ愛着湧くんですよ。あれ、なんかそんなにブサイクじゃないんだし、あ、な、ブサイクじゃないんじゃないのって思い始めるの。え、なんかおかしいこと言った、黒だしなんて言った。なんかね、よく見えてくるでしょじっと見てれば。あ、なんか緊張してる顔だなって思うんじゃない。愛着めっちゃあります。本当にいいじゃん、めっちゃ可愛いよ。さすがに嘘だけど、どんどんね、はい、良くなっていきますよ。これからはいっぱい良くなっていくと思います。クールビューティーね、本当にそう言われていた。私がクールビューティーって言われる日が来るなんて、あーあーあああ、思いませんでしたよ。靴下ね、え、もう数年後緊張してるなって。すでに愛着が愛おしく思ってます、私はあの壁写を。わー、タコさんありがとう。そう、伸びしろだからね壁写真はね。クールだと思ってたから、え、よく言われます。え、むしろ良かったのかな、クールキャラだと思われたことが。ぎこちない、昔の壁写、やめとき、やめとき、ほんと。ギャップ、ギャップもいい、ギャップがいい。へえ。
ギャップがいいんだ。褒めてくれてるならいいね。まああの姉を持ってるからさ、まあそりゃこうなるよねって思わないあの姉を持ってクールキャラなわけがないよね第一印象のままだった。ここにいない。おお、よかった。一見怖そう。ああ、そういうこと言っちゃう。やだやだ、そんなこと言わないで。あ、出なかった出なかったです、残念。クールだとか思ったことない。嬉しい人見知りです。でも出なかった。おお、直接会ってすごい好印象。好印象なことあったっけ。まなちゃんあざとくなったら、あー、じゃあ最強アイドルにはなれないかも。あざとキャラは担ってないのでね残念だ。あー、ハートいっぱいありがとうございます。キャプテンか。え、なんかさ、こんなやつがさ、あざとキャラだとおもろない中身は芸人。やだ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 、アイドルだから芸人じゃないし。ちょっとお腹空いてきた。ギャップがいいんじゃん。芸人はやりすぎでしょ芸人枠はやだな。顔がとっても好み。嬉しい、そんなこと言ってくださるなんて。晩ご飯食べました。食べたのにお腹が空いているから大事件ですよ。自信持って、自信持ってか。カップラーメン、やだやだやだ、こんなのやだ。時間が時間です、もう9時になっちゃうから。そうです、さすがに。パリンコ確か昨日のでなくなっちゃった気がします。ありがとう、ごめんなさい謝らないで。今ね、カップラーメンじゃない感じ、気分。あ、絶対前にいた方がいいな。これから晩酌。お酒飲むの。食事してから4時間空けて寝る。え、私すっごい長起きしなきゃいけないね。天然あざと。脅してるだけじゃない。パパ飲まない、飲まないね。付き合いとかなら飲むの。進んで飲む人じゃないです。じゃあお母さんもそうで、だからうちの冷蔵庫開けてお酒が見えることはないね。料理用のワインとかがあったりする。
だと思います多分そうなんだ、うん、結構パパすぐ酔うと思うんだよな、年末いや年ん年始かとかになんか集まって飲むとすぐ顔真っ赤にしてる気がする。お姉が一番仕事多分そうか。やだ私未成年なのにお酒の話ばっかりしてない、飲んだことないですよ未成年飲酒ダメ絶対、絶対嫌です、そういうの本当に本当に嫌聞いていいのよ、私は絶対に飲まないぞっていう固い意志があるだけ好きな飲み物はカルピスソーダとメロンジュースです、メロンジュースじゃなかった、メロンソーダ、メロンジュースになっちゃった、成人になっても多分飲まないです、私にとってのメリットがないのでお酒を飲むことによって、お酒がなくても人生まだ楽しんでるから、はい、まだいける、飲まないでも大丈夫、メロンソーダ好きです、めっちゃ好きさん系が好きです、でも別にコーラは好きじゃない、ペプシが好き、うん、三ツ矢サイダー、三ツ矢サイダーはね最初はいいけど炭酸抜けた後がしんどいポップのメロンソーダ、ポップのメロンソーダってちょっともメロンっていうよりかは甘味料って感じ明日忘れすぎた、迷ってます、実は LINE を持っているわけでもないので追加しようかす、追加しようかなっていうことも迷ってます、コーラよりペプシ、そうです、違いが分かるの、違いが分かる、比べたことはないので分からないかもしれないけど、ペプシ派です、買うものは、送らないかな、なんか先輩方からなんか追加しなんか交換しようっていうことを言われる待つのも嫌だし、カシスオレンジ飲んだことないです、ノンアル、あお酒お酒か、飲んだことあるわけないですよ、あーカシオレ、カシオレですか、カシオレって略すやつね、聞いたことあります、カルーアミルク、何それ牛乳、カルーアって何、カルーアって何、そうそう、カシオレ聞いたことありますよ、めちゃめちゃかわいい女の子が飲んでるやつでしょ、それをカシスオレンジ、ね、カルーアミルク、ほぼコーヒー牛乳、へえ、お酒の味しないってこと、なんでこんなにお酒で盛り上がるの、みんなめっちゃさ
めっちゃお酒好きじゃん。みんな飲む人なの？すごい甘いお酒。あー、私めっちゃ甘いのは嫌だな。あー、お酒好き。お酒と私どっちが好きなの？お酒と私どっちが好きなの？いいなよ。お酒の話になるとコメント確かにめっちゃ早かった。おお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 うん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 、素晴らしい回答だねうん、カシスアンダ、やかましいやかましいよ、カシスアンダだって。一日時間ください。迷ってる、迷ってるのあ、なんか、あ、なんか左目がピなんか痙攣してきた。あ、治ったお酒って言ってる。あ、正解を知らなかったのかな。目薬、コンタクト用の目薬がもうないんです。買わないといけないなんか言って比べるものじゃないよ。え、そっかえ、そう、もうなくなっちゃったんだよね。だから買わないとって思いつつも、はい、お姉はコンタクトしないから持ってない。いつみ普段はしません。今日は特別、お姉がしてくれたから。でもみんな褒めてくれるからいい、いいね何かこっちのさ、これあんま見えない人っていい？見えないし気になる。アンナちゃんって目癖だった。アンナちゃんが好き。さすがにね目薬に負けちゃったらね。取りたかったらいいよ。あ、じゃあ取らせていただこうかな。ペリほら、だってあってもなくても分かんないでしょ。じゃーんアンナのかけらです。自分で言って恥ずかしくない？あ、お姉が作ったつくね、ちゃんと美味しいですよ。プレゼント、あ、それはしないかな。わあ、お星様ありがとうございます。お姉のプロデュースが欲しい。だっていらないでしょこれ。シール、あの100円で買えるシールの彼らだよ。小顔効果です。インクがついてる。プライスレスです本当に。はい。おー、たこさんありがとうございます。アンナちゃんはどうしてそんなに可愛いですか？いっぱい褒めてくれますね。ありがとう。わー、タコがいっぱいだ。ありがとうございます。あー、ありがとう。すごい。壇上が海になっちゃったね。ずっと更新何気に動きがうねうねしてて怖い。アニメーションをオフにしてみてはいかがでしょうか。褒めて伸ばそうとしてます。ありがとう。
褒めて伸びるタイプです。学校では優等生。お、優等生かと言われるとはいというわけにはいかない。友達ができないです、学校。助けて。タコタワーだ。そうですね、ありがとうございます。おしゃ褒めみんなが私の友達になってくれたらいいな。褒め倒しますよ。褒め倒されたらちょっと照れちゃうね。あんまり言われ慣れてないので、そういう褒め言葉照れます。いいよ、やった、友達ゲット。言われ慣れたらもっと上手に返せますね。では、友達から、おお、進展しようとしてる。進展しようとしているね。周りの人見る。みんながいてくれればいいよ。おお、だるまありがとうございます。ちょっとそろそろ前向こうかな。よいしょ、足がね、足を前に、よっとっこい、やはー、あっけあっけ。ずっと横向いて話してたから。そう、足しびれそうだったから伸ばしてました。どっこいって言ったら清楚が、清楚なのに今日。そう、しびれてた。服もおしさいから、そうです、白とピンクのスカート、これ全部おね全部おねに借りました。今日は清楚だね。そうです、清楚な日。あ、いつもか。何やっても可愛い。本当か。カリパクはダメよ。あ、バレてる。カリパクしようと思ってた。スカートが見たいって。いいよ、これ。よいしょ、はい。スカートだけ見てもね。かわいいね。カリパクしても清楚。カリパクしても清楚。面白いじゃん。おしさいです。ピンク白ですね。いつもよりおねえ似てる。本当に全然似てないと思っている本人たちはね。服は姉妹でよっかしか。うん、あれ、おしゃべり会の時に貸したりしました、お姉に。本当にやってる。イエーイ、やった。ポンちゃん、お姉見てる？お姉見てる？ポンちゃん連れてきて、見てたら。カニの木、あれはさすがにお姉の私物ですね。サイズは大丈夫、身長そこまで変わらないので。ポンちゃん、なんかね、ポムなんだけど、ポムだとあんまりね言いづらいから、ポンちゃん、
ポーって呼ぶ時もあるし、多分見てないな。ギリドア開けられない。ダメだね。ポムポムプリンから来て、いやそんなことないで、ポーで来る、来るよ、ポーで来る、よいしょ。おねえ、ポーちゃん連れてきて。ペロが返事した。ペロがワン、何ってあと1時間ポンポンと過ごしたいと思います。ポンポンはユウナより多分アンナの方が好きなんで、ペロは私よりおねの方が好きです。あ、来たー、わー、派閥がある、そうだね。ありがとう。ポポいで、あ、嫌がってる、嫌がってるんだけど。嫌だ、ポちゃんおいで、ポポえ、ポちゃん帰ってったよ。嘘でしょ、嘘でしょ。ポポちゃんいで、嫌がられた、こっちこっち、ポちゃん、ポちゃん、あれポちゃんおいで、おいで、おいで、あー来た来た、おいで、あれねどうする、え、ダメだよ、ポちゃんおいで、ねえねえのところにおいで、ポーおいで、おいで、助け求めてるじゃん、おいであらまあ、さっきと話が違うじゃん、そういうことだよね。ポちゃんおいで、ありがとう。嫌がってるよね、今日ね。すごく。お姉がいればいいの？やっほー。みんなから大好評です。これ？うん。よかったね。うん。嬉しい。え、そんなに今日嫌だった？ポンちゃん。いつも喜んでくるじゃん。ほらあくびしてぽちゃん、ほれ、お手をペロペロし始めました。あ、ほらここにやらせやんかつよ。あるよ、ぽんちゃんも、ごめんね、うるさいね。ちゃんと喜んでますね、ねの部屋に来れて。はあ、帰りたそうだな、うん、話したら多分ゆうのとこに来るやだ、行かないで、行かないでよ。やだよ、後でなんかあげるよ、クマタワーで。我慢してる、やめなさい、みんなそうやって、そうやってそういうこと言うんだね、ひどい、物で釣るの。いいやん、釣らせてくれよ、日付、あー、ゆうなのところに行きたい。みんなしてポム帰りてー。一回話してもらっていい？やだやだよ。ゆうが下行くときにあのちゃんと膝乗せて帰るから。賭けはできない。オッケー。じゃあ話してみますね。いった。せーの。お。あ。あ。あ。お願い。いいよいいよ。よかった。うん。偉いね。さすがあんな派閥ですよ、ポンちゃんはあんな派閥だよっていう話をした。違うよ、ペロはおねえ派閥、違うよ、いや全然私のだって、多分ユウは今おいでって言ってないから来ないんだよ、言ってみるじゃん、うん、いいよ、いいね、
私もここにいてって言ってみるからね、うん、ぽちゃんおいで、ぽちゃんおいで、ここにいて、ぽちゃん、ぽちゃんここにいて、ぽちゃんここにいて、ぽちゃんここにいてね、ぽちゃん、ぽちゃん、おい動くなお前、ぽちゃんおいで、あーやだ、いかない、ぽちゃんおいで、捕まえるな、やめなさい、あと1時間はここにいる、バイバイ、あ、困んない困んない、バイ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 、ほら嫌なんだって帰りたくないって、いつも雑なんだよな骨って体調が1時間はきつい、なんでみんなそうやって意地悪言うんですか、ぽちゃん、ぽちゃん、みんながポンちゃんの心読んでる、ポちゃん1時間はかわいそうだよ、え？私と一緒に1時間いるのがかわいそうなんですか、そんな、むしろご褒美じゃないんですか、とか言ってすいません、ほんと行きたそう、ねえやめな、やめなよみんな、いいよ帰りたいの、嫌だよ、ほんほんちゃん見えないって、ほら確かに帰りたそう、帰りたそうでおもろい、まだねんねの時間じゃないよね、みんなが意地悪言うよ、ほんポンの大好きなネーネをいじめるんだよみんな、許せないよねポンちゃん、許せない、許せなくないってこと、今首振った今首振った許せなくないってこと、え、お腹空いてるかな、いやご飯完食してましたけどポンちゃん、じゃあ、 あのお布団の方行く、あ、ごめん、お布団の方行く、いいよ、お布団の方行っても、ほら、ポン、おお来た、やっぱりね、やっぱりお布団の方行っていいよって私は言いましたよ、けどポンちゃんがねえねえの上がいいって言って戻ってきたんだよ、ほら見たことけ、これ見たことけ、ふん、いい子じゃん、ぽんちゃん、そうだよ、アンナの虜だよ、石鹸亭があるからね、やめなさい本当に、あーもうやだやだ、かわいそう、かわいそうに思ってもないこと言われてるよ、いい子やん、いい子です、私に似ていい子、イエーイ、見たことが、世間体とかいうワードをこの子に聞かせないでくださいワンコに世間体なんてありません、シャーネの戻るか、ふうふう、あ、ため息しちゃった、空気読める、うん確かに、ぽちゃん、ねえと一緒にいたいんだよね、ん、あくびして、いいよベッドの方行っても、なにじゃあねえねのこと好きなんですよ、ベッド行くの、いいよ、向こう行っていいよ、いいよ向こう、隣に落ち着きました、一緒に寝てるの、うん
ママの部屋で寝てます。ほらやっぱりあんな派閥、この子はあんな派閥です。いい子です。いい子だねポン。あとねご褒美あげるよあとご褒美あげるよ。いい子だからね。そうだよね、あの派閥だよね。ずっとこっち見てる。いやーかわいい。あ、なに？お茶どうしたの？あ、通り過ぎてた。通り過ぎてたよ。ポチャコ、おいで。あら、手をペロペロしています。見えますか？やめないで。見せた瞬間やめないでよ。だね。おちゃん、こっち来るか。こっち来る。上がいい。こっち来。あとでさ、花畑牧場のクッキー食べさすからな。ね。はい。握手。おお。くつろぎ始めました私がさっき靴下の脱いだ靴下の上で寝るのやめた方がいいと思うな。あ、これがいいの。ワンコって靴下とかスリッパが好きですよね萌ちゃんリラックスしてます。何の配信でも、そうあのね、あのペロちゃんはあのね、私たちよりもお母さん派閥なので言うこと聞くのはねお母さんが一番手なずけていますけれども、もっちゃんは基本家族全員好きなので言うこと聞いてくれます。くしゃみや何派閥、いや一番でかい派閥がママなんで、基本的な所属はペロもポムもママ派閥ですね。クシャン、あ、え大丈夫大丈夫大丈夫なの、私の靴下のせい、ごめんね、私の靴下のせいだわ多分、ごめんね。じゃあごめん、花粉症かな。え、私が花ってこと、私が花ってこと、花が脱いだ靴下に花粉がついてたってこと、そういうことやめようね、やめとこやめとこ。終わった後お母さんとかにあんな調子乗りすぎだってとか言われるからやめとこ。そうですよね、ちょっとその配信生意気すぎてやとか言って、そうですよね、すいませんとか言って反応じゃなくて過ぎだったりして、おーいおーい、ママさんそんなこと言って、まあ私たちと同じく向上心がありますのでお母様にもアドバイスいっぱいしてくれます。寝始めましたこんなうるさい人の隣で寝れるんだ、なでなでしてるからね。逆らえないのね。そうですね、逆らえないですね。まあ母上なんで、うちの最高権力蹴らないでよ足で私の足を蹴ってきました。蹴らないでよ。不満が溜まっているのかな
蹴られると思わないじゃない、愛犬に。手を噛まれるというより足を蹴られました。後ろ毛寝ながら、あ、起きたの。起きたんだ。じゃーん。おー、ブルブル。お、ねえねえの上だ。1分ぐらい寝てました。ふっ、仮眠、仮眠ですね。そうかな、だといいけど。散歩は2匹同時にです。そうです、ボンちゃんブン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 。え、伏せするの、やめとき、傾いてるよ。ねえねえねえ、夜はあのちゃんと、そうですね、けどたまに交代したりします。よいしょ、じゃあこう、ねえと散歩行くことありますよ、たまにですけど、基本は一人で。うん、ぽちゃん、そう、お仕事とかね、かぶったりしたらお母さんに頼んだりねんねしてます。ぽちゃん、だるそうな顔してやめとけ、もっと笑顔笑顔。眠いのかな。お茶、笑顔は営業スマイルはできないみたいですね。うつらうつら、眠たそうですね。お、ん、どうした。横顔が得意みたいですね、ポンちゃん。あー、何この配信。利き顔、え、ね、右が利き顔なのかな。ポムのトリコ、あれ、押し変された。押し変された、押しましやってね、いいですか。あら、ごめんなさい、足が、よいしょ。ほうほう、押しましね、くんかくんか。嬉しいです、押しまし。あー、ペロペロ。手を舐めています。二人とも男の子、そうです、ペーポムはどっちも男の子です。おー、ちょっとゲップっぽいのしたね。私の膝には猫がいます。猫もいいよね。猫もいいね。こっちこっちおいで。ねんねしてな。ねんね。
ゆんにして。いる。ああ。上葉っぽいっすね。おい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 。それかベッド行く。ベッド行ってもいいよ。まあ、あっち。猫派です。猫派？猫もいいよね。でもポンちゃんも聞いてるよ、その発言は。その発言はポンちゃんも聞いている。あくびして。あ、眠いね。犬も好き。うん、犬も好きやね、ポン。ブルブル。おー、ポンちゃんあったかいです。やっぱり上派っぽい。我が家のちゃんもいいね。昔の絵か見て血が出たねえ。そう、まあそういうこともあるよね。人間がちょっと苦手なワンちゃんだったのかもしれない。怪我。ポンちゃんの怪我。唇にくっついてポンちゃん。4期生も結構猫派が多い気がする。わあ、お腹鳴った。やだ。よいしょ。おーちゃちゃちゃ、わあありがとう。ちょっと あんまりさ苦しいんじゃないの。よいしょ。喘息持ちがいるので有毛ペット飼えない。私も喘息持ちです。終わっている。犬アレルギーにして喘息持ち。本当に。だんだんね、それがすごい。本当にそう。お遅いな。いい子だ。そう、アレルギーも持っちゃってるんですよね。でも可愛いから。アレルギーじゃないかもって。ちょっと気にせず、うん、持ってます。大好きな。あー、タコありがとうございます。犬アレルギーはほんとちっちゃい頃から。猫もアレルギーです。じゃあ、ポンちゃんはしますします。嬉しいね。推しだってポンちゃん。おー、くっついてきた。季節の変わり目とかに汗ね。え、そうですね。あー、大丈夫大丈夫。ポンちゃんのシャイニングカラー、茶色と茶色、茶色か黒、茶色と黒ですね。わー、ハートありがとうございます。ちょ、落ち着きがなくなってきたね。お茶
しようかな。ぽちゃんも花粉症なの？ぽちゃん、ドアの方、ドアじゃないです、ベッドの方いいよ。ぽちゃん、あ、それメイク道具です。出演料を求めているのでは。なんて、なんてこさ、こあれ、お部屋を探検しています。あー、だるまありがとうございます。フローリングでの足音聞こえる？ポチャ、それギター。お、そっち戻ってきた。ありがとうございます。あ、本当に帰りたそうです。本当に帰りたそうだ。ぽちゃん、下行きたいの？来る？来るの？部屋の中でいただいたないです。本当に帰りたそうだけど、おいでと言えば来ますね。一人だけね。そう、階段ね、下れないからね。この子は、まあ、うちの子全員そうですけどね。飽きたのか、飽きたのかな、飽きたの。可愛さアピールできたし、そろそろ帰る。そんな、そんな、お姉また呼ぶのはなんか申し訳ないから、配信終わったら私が連れて行きます。めっちゃ首するやん。あー、釣れた釣れた。やめとけ、やめなさい。眠いの？ごめんね。ごめんね。眠たいの？おーちゃん。あれ？階段は3段登れます。あ、そばにいてくれてる。ありがとう、こっち向いて。ぽちゃん、後でご褒美あげるからね。おいらも眠たい。おやすみなさい。そう、ソファーの端っこに座って。かわいい。そう、そばに、いや、見せたい。あ、離れた。0時まで上がみたい。ああ、おねえ、誰かご褒美待ち。終わったらね、配信終わったらご褒美ね。まだだよ。よいしょ。失礼。静かでいい子。なんかペロが吠えるとポンちゃんも真似してほ、あ、真似して吠えるんだよね、ポン。
ポン発で吠えることはないね、あんまりね、うん、ゆっくなんだよって、いくだよポン、ピンポン吠え、ね、そうピンポンで吠えたり、あと家の前を車が通ったりするとめっちゃ吠える。そこだけね、ずっと治んないんですよね。ねえ、ポチヨン。ポリ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 。よいしょ。電話の音をね、吠えないで。ある意味お知らせという面ではね、今日はもう壇上読みして終わろうかな、明日前座だし。どう思う、あと20分やる、どっちでもいいけど。初見です。あー、こんにちは、はじめまして。土日じゃないし、いや、そうだよ、ピエンの顔してる。お任せします。お任せされたら、お任せされたらと。どっちでも大丈夫は大丈夫です。20分なんで。じゃあ45分までにしようかな。じゃあもう壇上読んじゃいたいと思います。13位純飯さん、ありがとうございます。12位松くんさん、ありがとうございます。11位プラハさん、ありがとうございます。10位のおパパさん、ありがとうございます。9位松葉さん、ありがとうございます。8位マサさん、ありがとうございます。7位トシさん、ありがとうございます。6位トモオさん、ありがとうございます。5位ノリさん、ありがとうございます。4位タケトモさん、ありがとうございます。3位ダイさん、ありがとうございます。2位グッチさん、ありがとうございます。1位日焼けさん、ありがとうございます。さあ、何日目、4日目、4日目かな。もう本当に本当にありがとうございました。動いた、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、今日はお姉のプロデュースで髪を可愛くしてもらいました。みんなスクショしましたか。半目は使っちゃダメですよ。スクショタイムしますか。いいよ。折り返しか。はい、終わりたいと思います。明日前座に来る方は楽しん、前座というか公演に、思い出いっぱい公演入られる方は楽しんでください。優勝ありがとう。受付も楽しみにしております。ぽちゃー、バイバイくらいはしようね。よいしょ、バイバイしよう。はい、まだ43分だったけど、おちゃんもう一旦ここでバイバーイ。いい子ですよ、いいよ、もういいよ。座りました。はい、まあそうだね、4日目も本当に皆さん、たくさんのギフトと
コメントありがとうございました。嬉しかったです。みんな今日は壇上がキラキラだしね、楽しかった、ね、よかった。ごめんね、喋ってるだけの配信になっちゃって。よいしょ、お疲れ様でした。今日も一日頑張ったね、偉いね。さ、また明日明後日公演がありますので、いらっしゃる方はお気をつけて来てください。はい。ありがとうございました。また明日ね。ごきげんよう。